attitude's kinda groovy. Laid back moves, sky above, sand below. Good vibration, feeling mellow. Won't give it up, don't wanna stop. Don't wake me up, don't wake me up if I'm dreaming. California dream. やってるけど歌詞がいまいちでつっかえてるよ。頼むよ、歌詞のない歌なんて誰も聞かないぞ。もういいわ、下ろしてよ、下ろして。待ってほら、いいか。どうしたのティファニー。サメに襲われたの。サメに。それで怪我はなかった？なんともない、心配いらないぞ。お前じゃない、彼女。彼女？ガッツあるぞ。彼女よ、ボードを取り戻そうとしたんだ。そのためティファニーよりボードを選んだのか。舌が肥えてんだ。ティファニー、ボード拾ってきたぞ。ありがとう。使い物になんないけどな。どうしよう、買ったばかりなのにすぐに新しいのなんて買えないわよ。今はこの店ウェイトレス探してんだ。ほんと助かるな。ああ、俺も助かる、チーフに昇格だ。じゃあ給料も上がるわけ。いや、でもみんなに命令できる。金より楽しいや。金よりいいものはない。病気じゃないの。見ろよ、ジェイク・ソマーズと追っかけ姉ちゃんだ。やだやだ、ベタベタと暑苦しい。いいんじゃない、不良にはお似合いよ。声がでかい、ジェイクに聞こえたら半殺しにされちゃう。先生を KO したそうよ。校長を乗せたって聞いたわ。教育委員会に殴り込んだって。どうかしてるよ。今の聞こえたかな。なんなら救急車呼んどいてやろうか。ピオエトリーポエトリー、未来のウォート・ホイットマンである諸君はもちろん血の何であるかをよく知っておるな。言葉の語呂合わせ遊びでしょ、ダジャレみたいなもんだ。まあ先生、その詩について一つ提案があります。みんな今で聞いたか、こいつは大変だ。シルベスター君が授業中に発言したぞ。それでは君の一生に一度あるかないかの提案を聞かせてもらおうか。いいですよ、音楽に合わせて詩をつけるってのは。作詞かね、なかなか悪くないアイデアだが、残念なことに肝心の音楽がない。それがあるんです、マットが作曲したばっかりのテープ、それにたまたまついてんだな、テープデッキも。シルベスター君、素晴らしい。君とデッキも使いようだ。どういうつもりだ。わかんないかな、代わりにみんなに新曲の詩を書かせんだ。でいいのがあったら即いただきさ、名案だろ、ドリームの新曲一丁上がりってわけ。では翔君、始めてもらおう。時間だ。よろしい、では諸君の素晴らしい作品を傾聴しようではないか。まずはサンドフリー君、君からどうぞ。
海に波が盛り上がると俺の気持ちも盛り上がる。その波をねじ伏せる快感、その日の天気はピーカン。僕の夢は大金持ちで、カードでバンバンお買い物。でもそのうち残高不足、貧しくなっても僕満足。ティファニー、ウェイトレスの件シャーキンに話しといたよ。ありがとう。あなたもチーフウェイターね。サルタンと呼んでくれ。これであの店は俺様の支配かよ。ひどい詩ばっかりだ。ジェイクが書こうとしなかったのが救いだよ。あいつが書いたらきっとこうだ。俺はママをバイクで引いてパパの寝ている麦畑に並んで埋めた。もしかして後ろに彼が。いや、ジェイク、どう元気？放課後ここで待ってろ、お前。一人でな。どうしよう。トニー、バイト決まったわ。よし、やった、よかった。喜んでもらえて嬉しいな。そら当然さ。これで俺がチーフだ。まず床のガムをきれいにしな、ティファニー。あなた誤解してる。してないさ。俺はチーフウェイター、君は新米ウェイトレス。さあ掃除だ。違うの、私は店長、あなたはただのウェイターよ。面接でシャーキン気に入られたの。いきなり店長だって。そう、彼こう言ったわ。美人がボスだと男どもも張り切る。いい？8番テーブルのケチャップを補充したら床のガムを残らず綺麗にね。信じらんねえ。ヨーマット、忘れんな、3時にロッカールームだ。今度は何だったの？別に、マットに殺しの念を押しただけ。マット、護身術を習った方がいいな。指一本で敵を無力にする方法を教えよう。クッキーの焼き方習ってもしょうがない。僕はバッチリ教えてやる。逃げ方でも教えるのか？どれほどのもんか見せてもらおうじゃないの。面白い。必殺カマキリ拳を受けてみるか。あっ、いやー、二人ともバカはやめろよ。ジェイクと対決するのは僕だ。そうよ、トニー、喧嘩なら後になさい。今は勤務時間中。何？ガムは綺麗にしたの？ガムを綺麗にしたの？何よ、ティファニー、あなたがシャーキーズの新しい店長ってわけ？そうとも一緒くん。5、4、3、2、1。何が3時に恋だ。新入生を脅して金巻き上げてんだ。僕またやっちゃった。心配するな、強い味方がついてっから。そのまた後ろにも。よく来てくれたな、話があるんだ。差しでな。またな、マット。僕取り。ジェニー、スーパーに早く。なあ、ジェイク、僕は喧嘩は強くない。正直言って怖いよ。でも無抵抗でやられるつもりはないからな。喧嘩はしねえよ。さあ来い、叶わないまでも一発ぐらい。何？喧嘩をする気はない。僕を殺すんでなきゃ何の用だ？お前の曲だ、気に入った。そりゃ嬉しいな。じゃあまた。おっと待てよ。詩を書いてみた。何だって？お前の曲に合わせてな。結構いける自信がある。見ろ。へえ、驚いたな。僕はてっきり書くこともできないと。あ、いや、つまり詩をだけど。ああ、そうだろうな。俺いつも詩を書いてんだ。
こいつは未完成だけど、一緒に仕上げようか。一緒に？君と同じ部屋でってこと？この行嫌いだと言われても殴りゃしねえよ。だが二行嫌いなら殺す。いや、その僕は冗談だよ。だと思った。だよな。じゃあ僕ん家行こうか。ピアノがあるから。いいね、バイクで行こう。いいね、行こう。うわThe moment we said goodbye, I felt something in me die. But a man can't break down and cry and say, please don't go. Yo.すごくいい。最高だよ、ジェイク。本当か？お愛想じゃねえよな。なんでそんなこと。殺されたくないと思ってんだろ。そりゃ確かに好きでなくても好きだって言うかもしれないけど、本当に好きでよかった。俺も気に入った。感激だ。今まで詩を書いても歌にはならなかった。お前才能あるよ。どうも。一つ聞いてもいいかい？教師を殴ったって本当なの？いや、前の学校でフットボール選手の腕をへし折ったってのは？どうしていい加減な噂ばっかり流れんだ。折ったのは足だ。両足とも？ああ、表向きは不良がクォーターバックを半殺しにして退学だがな。本当のとこはどうなんだい？ガールフレンドが俺に熱を上げたもんで、頭に来た野郎が喧嘩を売ってきた。じゃあ退学じゃないんだ。いや、退学食らったよ。だからこっちへ来た。でも来てよかった。クールな女も多いしな。どんな子でもお望み次第ってわけか。俺にも好みはあるさ。俺の女はマジにクールでスマートでなきゃ。ジェニーみたい。ジェニー？え、妹の？ああ、いい女だ。ジェニーが？でもいい女は俺なんかとは付き合わねえよ。僕の妹？ここに住んでる子さ。でも彼女には何も言うなよ。分かってる。じゃあまたな、お袋を迎えに行かなきゃ。あのバイクでかい？あれはお袋のだ。俺のは修理中。そう。この歌の続きはどうする？曲のテープを貸せよ。家で仕上げとくから。ああ、上着に入ってる。待って。帰ってたの？よかった。ジェイクに殺されたかと思って。ジェイク！元気？マットに何をしたの？何も、僕は無事だ。どうも、じゃあまたな。バイ。マット、頭は大丈夫か？うちに入れるなんて、一家皆殺しにされたらどうする？落ち着きなさいよ。マットは無事だったし。あなた騒ぎすぎ。落ち着け。店の外でまでボスらすんなよ。やめなさい。マット、ジェイクと何があったの？喧嘩は？喧嘩はしてない。あいついいやつだ。ああ、アドルフ・ヒトラーもいいやつだったよね。僕に自分の詩を見せたかったんだ。それにギターもすごくうまい。バンドに加えたいけど、どう？なあ、マット、ジェイクのバンド入りにはみんな反対だ。ジェニーも嫌だって言ってる。ティファニーも嫌。トニーも。トニーはティファニーの言うまま。わかった。4対1だ。僕は勝ち目はなさそうだ。反対してるのは君らだ。ジェイクには君らの口から言えよ。ティファニー、君は店長だ。人あしらえはお手のもんだろ。よろしく。いいわ、任せて。お手柔らかに頼むよ。本当の男は女を殴らないけど、ジェイクは何するかわからない。大丈夫、穏やかに言うから。よう、こんにちは。ねえ、ジェイク、ギターはいらないわ。バンドには入れないから。どこが穏やかなんだよ。ごめんなさい、ジェイク。あなたが見かけよりずっといい人だとは分かったわ。でも私たちとは世界が違うの。みんな同じ意見か。ごめん、1対4でね。気にしなくていいぜ。必要とされないところにいたかね。ほら、歌の残りだ。ありがとう。もうけだね。暴走族は追っ払い、歌はいただきだ。みんなにはがっかりしたよ。彼のことを知りもしないで鼻から拒んでる。お望みの新曲だ。君が歌えよ。
よ、読んでみろよ。バービーちゃんの電話番号だ。459の反対側よ。いいわ、すごくいい、最高だわ。ジェイクがこんな仕様ね。やったぞ、バンビテイラーの電話番号が分かった。ずっと知りたかったんだ。マットの言う通りよ、ジェイクに謝んなきゃ。ジェイク・トマーズを探すなんて嘘みたいだな。ウサギがキツネを探してるみたいだ。まだ言ってる。彼の詩は最高だし、悪い人じゃないのよ。あの、ジェイク、ちょっといいかしら、話があるの。俺みたいな奴に話しかけていいのか。ぶっ殺されるかもしんねえぞ。またまたそんな。なあジェイク、ジェイクって呼んでもいいよね。僕は君が好きだ。でもこいつらだよ、こいつらがどうしても嫌だと言って。お前は黙ってろ。なあ、あんたの書いた詩すごく活かしてた。私たちが間違ってたわ、ごめんなさい。つまりなんだ、バンドに入れってのか。どうかな、考えさせてくれ。俺はお前らとは住む世界が違うらしいからな。あ、トニー、その前に2番テーブルにお水運んで。休憩中だよ、他のに言え。ほら、店長にそんな態度取っていいのかな。もういい、もう我慢できねえ。ティファニー、バイトを辞めてくれ。私辞めない。嫌ならそっちが辞めれば。誰が辞める時は、クビになった時だ。いいわ、それじゃクビよ。はあ、はは、冗談じゃないぜ。あんたはクビ。分かったよ、辞めてやる。辞めたら食ってけないか。君のバイトは新しいサーフボードを買うためだったよな。そうよ。よし、ほら、新しいボードだ。もう働かなくていいぞ。やった、このボード前からずっと欲しかったのよ。最高のボードよ。でもシャーキーが怒らない。何も言うもんか。代わりにサメの歯型のついたティファニーのを飾っとくよ。シャーキーズのいい宣伝になる。ありがとうトニー。じゃあやめる。助かった。はあ、神様。ほらトニー、お祈りはあと出番だよ。それでマット、何から始める。ジェイクの歌からだ。誰か文句のあるやついるか。いない、いない、いない。どうしたんだ、気が変わった。さあな、お前とはうまくやれそうだが、他のメンバーとはどうかな。試してみなきゃ分かんないでしょ。まあな。よし、始めよう。
かったわ、最高だった。ああ文句ない。君はどうジェニー？気に入った。君はどうだいジェイク？悪くない、同じ世界でやってけそうだよ。決まりだ。よかった。そう来なくっちゃ親友。俺に触ってないよな？ああもちろん。ああところでマネージャーとしてぜひ聞いておきたいことがある。今後のことがあるから。バンビテイラーってどんな子なの？お前の手には負えねえよ。やっぱりダメか。では次の曲を歌う前にカリフォルニアドリームの新しいメンバーを紹介しましょう。ジェイク・ソマーズ。よろしく。